こんにちは、菊田です。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はコーヒーのお話です。少し前に三幸さんという家電メーカーのサイトでこちらの焙煎機を見つけました。シンプルで使いやすいなと思っていたところ、お声掛けをいただき、こちらの焙煎機をご提供いただきました。僕はコーヒーの焙煎をかれこれ3年以上続けていて、小さな手回し焙煎機アウベルクラフトというものでやっていました。今回はこちらの三幸さんの焙煎機を使って実際に焼け具合だったりどんな感じにできるかなっていうのをお話ししていこうと思います。これからコーヒー焙煎を始めてみたい方はぜひ参考にしてみてください。それではまずこちらの実機を実際確認していこうと思います。こちらの焙煎機ですが、サイズは幅34センチ、奥行き40センチ、高さ26センチと家庭用の鍋くらいのサイズ感になっています。この大きなサイズから焙煎の容量は最大 600g と結構大容量な焙煎機になっています。個人はもちろんですが、ネットショップなんかにも使えるほど大容量な焙煎機です。この焙煎機ですが、中を開けると大きな羽が一つついていて、電源を入れると自動的に内側の羽が回転する仕組みになっています。また本体は45度の角度がついていて、均等に熱が伝わるような仕組みになっています。この角度と内部の自動攪拌機能によってムラなく焙煎してくれる設計になっているそうです。またこの大きな見た目から重さは約 3.5 キロほどと、まあ、まあまあな重さがあります。素材は内部にはアルミが使われていて、外側はプラ素材が使用されていて、蓋はガラス製になっています。操作は本当にシンプルで、こちら左に電源ボタンがついているのと、あとは温度調節のトグルがついていて、100度から240度までの無段階調節することができます。実際に焙煎してみましたが、だいたい20度間隔ぐらいで、まあなんとなく調整はできるそうです。ケーブルの長さはだいたい1メートルほど、定格の消費電力は800ワットと、フルパワーで使うと結構な電力を消費する印象があります。デザインや見た目は本当にシンプルで、初めての焙煎でも迷うことなく使用することができる焙煎機です。それでは実際にここから焙煎をしていこうと思います。焙煎はこんな感じに行いました。ニカラグアの豆 200g で焼いていこうと思います。焼く前に軽くピッキングしてここから焼いていこうと思います。ニカラグアの豆は結構でかい。じゃあまあいい感じに一回ピッキングができたので、これを焙煎していこうと思います。まずすぐに焙煎始める前に180度ぐらい、まあ、200度弱ぐらいまで一回温めてから豆入れていこうと思います。まあ、大体180度弱ぐらいになってきたので、じゃあここで豆を入れていこうと思います。大体均等ぐらいになるように、ちょっとこの辺で。したらこれで焙煎していこうと思います。ちょっと遅れましたけど、タイマーの方もスタートしてます。若干最初の澄んだ緑から少しずつ黄色っぽい色に変わってきています。今だいたい10分ぐらいなんですけど、だいぶ黄色がかかってきた感じですね。ここからもう少し焙煎していきたいと思います。10分ぐらいで1ハゼがかかったので、このまま続いてやっていきたいと思います。
先ほどの動画の焙煎のタイミングから2日が経過しました。それがこちらの紙になっています。焙煎後は豆を1週間2週間ぐらい寝かせて、それからドリップしたりするのが普通なんですけど、今回は特別に早めにいただいて実際どんな感じだったか確かめてみようと思います。ドリップレシピですが、僕は普段ライトアップコーヒーさんのドリップレシピを参考にしています。今回入れるドリップレシピはこんな感じになっています。よし、はい、じゃあ実際に入れ終わったんでこんな感じでドリップできました。なんだろう、正直まだ結構煙というか、若干この焙煎後っていう感じの苦味というか、ちょっとスモーキーな感じが残っている印象があります。でもニカラグアの甘さというか、ちょっと鼻から抜ける感じは鼻のような感じがあって、焙煎自体は均等にできているんじゃないかなと思う印象でした。ただもう少し1週間2週間置いて、このガスが抜けきって、甘さとかがしっかり出た後にドリップするとまた違った感じになるんじゃないかなと思います。でも美味しいです。ここからはこの焙煎機を使って良かったポイントだったり気になるところを少しお話ししていこうかなと思います。まず一つ目に良かったポイントとしては、ムラなく焙煎できるところですね。この焙煎機に備わっている自動攪拌機能、これが結構まんべんなく豆を回してくれて、おかげで綺麗にムラなく豆が焼けたのかなと思います。温度もある程度コントロールできて、だいたい180度から200度ぐらい、あとそれ以上でもだいたい割と均一に豆が焼けているような印象でした。最初は少しムラが見えたのでちょっと不安だったんですけど、出来上がりは結構いい感じになったのでとても良かった印象です。2つ目に良かったポイントとしてはコスパですね。焙煎機って結構高価な印象なんですけど、この焙煎機は価格がだいたい約1万円ほどで購入することができると思います。自動攪拌機能だったり、あとは焙煎容量などを見てもだいぶコスパに長けてるんじゃないかなと思います。家庭で自分用に焙煎をするのはもちろんですし、少し前にも話しましたが、ネットショップなんかで自分で焙煎した豆を売りたいみたいな、大量の豆を焙煎する場合でも結構役に立つんじゃないかなと。これから初めて焙煎する方はこの焙煎機をエントリーモデルとして使って焙煎の感覚をつかむのもとてもいいんじゃないかなと思います。3つ目に良かったポイントとしては音ですね。焙煎時のこの駆動音ですけど、これが本当に静かでとても良かったです。焙煎していると優しく中の豆がザーッと落ちる音がする程度で、騒音問題なんかには全然感じることはなかったです。家庭だったり、あとは団地なんかでも気兼ねなく使えることができるのはとてもいいなと思いました。続いて少し気になるなと思うポイントもいくつかお話しします。まずはサイズについてですね。この焙煎機のサイズなんですけど、結構一人、家庭用の鍋くらいのサイズはあると思います。割と許容できる大きさではあるんですけど、家に迎え入れる場合には少しスペースは必要かなと思います。もし購入される方は結構斜めのこの感じとか収納スペースを、ある程度確保する必要があると思うので、ぜひ参考にしてみてください。2つ目ですが、お手入れについてですね。焙煎で少し問題になってくるのが、この生豆から出てくる、茶粉ですね。中で焙煎をしている以上、どうしても中にこの焙煎機の中に茶粉が結構残ってしまうっていうのがあります。中の蓋はなかなか簡単には取り外せないようになっていて、お手入れするには結構大変な印象でした。一応対策としては2つほど考えられるんですけど、まず1つ目はあらかじめ生豆を洗って
茶粉を取り除くことがありますね。まあ、豆を洗って、乾燥させてから、焙煎機に入れることである程度、茶粉を取り除いてから焙煎をスタートできるので普通に焼くよりかは、防げると思います。で、2つ目は、ハンディクリーナーを、使用することですね。大きな掃除機だと、ちょっと、茶粉を吸い取るにはスペースが足りないと思うのでハンディクリーナーを使ってあげると結構綺麗に取れると思います。実際に使ってみたんですけどだいぶ取りやすくて焙煎後にハンディクリーナーを回してあげると結構簡単に綺麗にすることができます。もし、こちらで、焙煎する場合はぜひ一緒に取り入れてみてください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらぜひ、こちらの参考の焙煎機試してみてください。もし参考になったと思っていただけたら、高評価や、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また SNS などやっていますのでぜひフォローお願いします。毎日 Twitter でコーヒーの写真をこんな感じに上げているのでもしよかったら遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。